ディーン、本名、フアド・バツコビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身の歌手である。マランゴーニ学院にて、ファッションビジネスを学び、卒業した。1997年に、ボスニアのボーイバンド、セブン・アップのリードシンガーとなる。バンドは、アトボーリー王子、セブンの2枚のアルバムを発売し、ボスニア・ヘルツェゴビナ及び、周辺諸国で、商業的成功を収める。また、 ボスニア・ヘルツェゴビナ国立劇場にて、カール・オルフのカルミナ・ブラーナの公演をした際、バツコビッチは、オペラ・コーラスの歌手を務めた。2004年、ユーロビジョン・ソング・コンテスト、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表に選出され、トルコで開催された、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2004で、同国代表を務めた。同大会では、インザ・ディスコを歌って、決勝9位となり、翌年大会における、 ボスニア・ヘルツェゴビナのシード権獲得に寄与した。2015年、バツコビッチは、ダラルミド・ハト・タラキッチ、アナ、ルツネルと共に、翌年5月に、スウェーデン・ストックホルムで開催される、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2016の、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表となることが発表された。ありがとうございます。